シルビー、お前やっぱメルボルンや、に対する視聴者の反応集。祝、ダミアン、レイン。思惑通りにゴトが動き始める。シルビー頑張れよ。なんてことだ。もう逃げられないぞ。いい馬ですね。シルビーを導く王子様やぞ。シルバーソニック、秋はアルゼンチンと有馬記念。秋はアルゼンチンと有馬記念。アルゼンチンもオーストラリアも南半球だから一緒だよ。同級者同クラブのゼッピーロもメルボルンカップに登録してるらしい。大道場兼ねてって感じかな。シルビー、ここまで来たら勝ってほしいな。安城もかつてないほどやる気満々だろうし。ここまで来たら勝ってほしい。レインの愛がシルビーに伝わった、してほしい。レインがここまで惚れ込んで乗り込むんだから、このコンビで勝ち負けは別として悔いの残らないレースをしてほしい。まあ冗談抜きでオーストラリア人にとってメルボルンカップ勝つことは名誉だろうからな。日本競馬におけるダービーみたいなレースだもんな。この、ワイの馬、とでも言いたげなレイン久々に見たくなったから、みんなにもお裾分けするわ。よく考えるとダービーを勝って馬車にも乗せてもらったタスゲーラじゃなくて、わざわざ帰る直前にシルビーに会いに来てるの強び単すぎて笑う。シルソニがまさか短期免許ジョッキーからの熱烈なラブコール受けてオーストラリアのヒーローになりに行こうとするなんて。空馬で激走からの背面飛び伏て根のコンボ決めてた頃からは想像できない。このメロちゃんと未来くん大好き。大好きだけどもう二度とこんなことやるなよシルソニ。これもしシルバーレインがメルボルンファック決めたら思い残すことなくなってレインさん通年免許取得ワンチャン。メロディーレインみたいに言うな。シルバーカップにメルボルンソニック？ウキウキしながらシルビー用の馬房を準備して飾り付けを始めるダミアンレインさん。これはカミアンレイン降臨でメルボルンカップ初制覇来るか？正直シルビーがレイン騎手の脳をじゅっと焼くところを見たいので、陣営がメルボルンに前向きですごく嬉しい。検疫とか怪我とかそもそも勝てるかとかも不安定であるけれど、レインもシルビーも頑張ってこいよ。二度目の日本馬メルボルンカップ制覇楽しみにしてるのはレインだけじゃないからな。新進気鋭の名手が母国の最高峰の栄誉を得るためにあの手この手で連れて行こうとしているのが7歳の G1 未勝利馬なのどうなってるんや。何がレインの心に刺さったんや。割と長距離重視している方の国のステイヤーとして4か5番手あたりにいるハンデもそこまで背負いそうにない実績馬ゆえ。なぜだか去年の春天以降に本格化来てるから。絶妙にドンピシャなの最高におもろい。まるまるおじさんとか言われてもおかしくない年齢なのに、去年本格化した、とか理解しがたい事実を言われる馬。オルフェサンクだから、とかの範疇超えた万世。オルフェサンクなのが面白さに拍車をかけてるよな。騎手、馬の一方通行に近い愛情や執着は特に珍しくもないけど、レインの場合は年単位で匂わせ言動を繰り返して外堀埋めて回ってるのが面白すぎる。それもこのシルバーソニック相手というのがもう、匂わせが念入りすぎて面白いんだよな。要所要所は、オーストラリアから来た王子様と一緒に彼の母国で一番栄誉あるレースエイドムシンデレラストーリー、なんだよな。待てよ。レインからしたらシルビーこそが、異国から来た白馬の王子様、なのでは？異国の地であった運命の王子様が今度は自分に会うために海を越えてくる、おとぎ話かな？白馬の王子様。砂のシンデレラストーリー、芝のシンデレラストーリーをそれぞれ見せてくれるオルフェサンクのおじさんたち。乗り始めたのステイヤーズステークスからなのにどこまで金銭に触れまくっとるんじゃ。シルビーの何がカミアンの脳を焼け野原にしたんや。操縦性とキレを合わせ持つ馬だから。なお調教師曰く、そうだっけ？わからない。シルビーもシルビーでなぜレイン騎手が乗るとおとなしくなるのか。レイン騎手の乗り方の癖とかとシルソニの癖が奇跡的に噛み合ってて、レイン騎手からしてみるとすげえ乗りやすいわこの馬、ってなってるとか？ハルテン3着という乱数調整みたいな絶妙にハンデで不利にならないけど実力的にも劣ってはいない着順に吹く。力を見せつつ金量背負わされないハルテン3着が本当に絶妙すぎる。もしシルビーが豪州で有名な馬となったら伝説のハルテンフテネ事件とそれを見守るメロレン姉さんの構図が南半球に知れ渡ってしまう。いいのかそれで、いいか。おら、メロディーレインちゃんを世界一のアイドルホースにするぞ。しかしなんでまあここまでシルソニに入れ込むのかな？肝心のステイヤーよりの馬があんまり本国にいないのはありそう。この一連の流れですでに俺たちの脳をあぶり出してる感ある。純粋な疑問なんだが、シルビーってどっから湧いた単語なん？
調教助手さんからの愛称。それが競馬ファンにも知られて定着した感じかな。なかなか勝ち星増やせないなぁともどかしい状況だったのに、レーンが乗ってから、2、0、1、0、なのが面白い。でも本当にこのコンビめっちゃ好きなんだよなぁ。人馬一体で。もうちょい世界線がずれてたらここまで多くの愛を乗せられてメルボルンカップに行くことはなかったと思うので、不思議な巡り合わせを感じる。もうこうなったら陣営もとことん頑張って無事にシルビーを送り出してやってほしいね。